今までの雪肌精の CM の雰囲気というか世界観に比べるとよりこうかっこよさが強まったような、はい、CM だったのでちょっと緊張しました。あのスタッフの皆さんとこうタイミングを息を合わせてこう動きをするっていうようなあの演出もあったのでちょっと緊張しました、はい、かっこいい世界観だなと思ったので強い目を意識して見たりもしたんですけど監督の指示でもうちょっとこう柔らかいバージョンもっていう風におっしゃっていただいたりもしたのでいろんなパターンを試して、はい、撮影しました。まず日本初っていうのがすごいなって思いましたし、あと今回その発売して初めてのリニューアルっていう風に聞いて驚きました。それだけ長い期間たくさんの人に愛されていたんだなと思いますし、また改めてパワーアップしてその凄さみたいなのを体感するのが楽しみだなと思いましたし、ダブルコーノはね何より嬉しいですよね。雪肌精と出会ってからはとにかく日焼け止めというのとあとは保湿が大事っていうことも教えていただきましたし、内側からっていうふうに考えると何かこう自分に足りてない栄養素とかを探してみるとかサプリメントで補うとか、あとどういった食材にどういった栄養素が多く含まれているのかっていうのを調べて積極的に取ったりとか、血行も大事なのかなと思うのでなるべく湯船に浸かるとか汗をかくとか、生活習慣ってすごく大きく影響するかなと思うのでここはもうこれからも見直してより良くしていきたいなと思っているところです。 CM を長くやらせていただいている中で企画としてどういったケアがいいのかっていうのを教えていただく機会もあったのでそこでたくさん学んでいます。私は化粧水をしっかり何度でも入れ込むということと最後にとにかく蓋をするっていうことは大事にしてます。あとコットンを使うのがおすすめですっていうのを教えていただいたのでそれも意識しています。最初に出演させていただいた時 CM に出演させていただいた時はまさかこんなに長く担当させていただけるとは思っていなかったので今びっくりですCM 撮影で言うと完成するのがとても楽しみですごく毎回素敵な映像にしていただいているのでそれが一つ一つ増えていくのがいつも嬉しかったですし、ケアの仕方を教えていただいたりとか自分の身になっているものもあるなと思いますし、雪肌精のお仕事をするたびにこう意識をするじゃないですか。それはすごくありがたいなと思っています。
全然美白とも関係ないですけど、最近の新しいことといったら、パソコンで作業をすることが多いんですね。増えたと言いますか。その時にやっぱり姿勢が、下を向いている時間が長くなるのが気になるので、パソコンスタンドを買ったんですね。初めて。こういろんな形があるじゃないですか。どれが一番使いやすいかな、自分に合ってるかなっていうので何種類か買ってみたりして、あ、いいねって思いながらパソコン作業してます。パソコン作業するイメージはなかなかないですよねちょっと今そういう機会が多くて、確認仕事、確認をするものが多かったりとか、ちょっとぼちぼちすることもあります。新しい荒垣結衣の形です、はい最近メイクが以前よりも増して楽しく感じるようになってきたので、本当に今いろんなアイテムがあるじゃないですか。化粧品、どれが自分に合ってるかな、自分の好みに合ってるかなっていうのを探すことが楽しくて、それは新しいチャレンジじゃないかもしれないですけど、皆さんこんにちは、新垣結衣です。私が出演する雪肌精の新 CM が始まります。今回は雪肌精が初めてのリニューアルということで、新しい美白の形が伝わるようなシンプルで強い CM になっています。新しくなった雪肌精の凄さを感じていただけたら嬉しいです。ぜひご覧ください。